エドウィン・ラッチェンス・ラッチェンスによるデリーのインドモン、サー・エドウィン・ランド・シーア・ラッチェンスは20世紀初めに活動したイギリスの建築家、ロンドン生まれ。名前の由来はラッチェンスの父親の友人で画家のエドウィン・ランド・シーアにちなんだもの。ロンドンの王立美術学校に学び、設計事務所に入った後1889年に独立。フィリップ・ウェップや ノーマンショーラーアーツクラフツの建築家から影響を受けた。また33歳上で独身の女性造園家、ガートルート・ジーキルと出会い、地方の古い住宅を見て回り、土着の建築から多くのものを学んだ。マンステッドウッドなど、ジーキルと共同で主として中世風の住宅、庭園を数多く手掛けた。この間、初代リットン伯爵、ロバート・ブルワー・リットンの娘と知り合い、 1897年に結婚。1911年にインドの戦都が決定され、翌年以降、ラッチェンスはハーバード・ベーカーと共にニューデリーの都市計画に携わることになった。インド総特府は古典様式を基調にインド建築の装飾を取り入れたラッチェンスの代表作である。このほか古典様式のオフィスビルや戦没者の記念碑などを 設計。古典様式では、クリストファー・レンを模範とし、写楽で、レニソンス様式と呼んだ。1918年に、サーの称号を終え、1938年以降は、王立美術院長を務めた。ラッチェンスの建築は、過去の様々な様式を、節中的に用いたものであり、モダニズム建築の立場からは、時代遅れのように見られたが、イギリスの建築家として、 クリストファー・レンに並ぶ栄誉を受けた。1944年死去。ありがとうございます。